クセボロド3世は、ウラジーミル大公。短期的には、キエフ大公位にもついた。先例名はドミートリー。モスクワ北方の町ドミトロフは、彼の生誕に伴い建設された。父は、ユーリー・ドルゴルーキー。祖父は、ウラジーミル2世。モノマフ、イボアには、アンドレイ1世。初めて公式に、ウラジーミル大公を名乗った。子が多く、オースコと呼ばれた。 息子には、コンスタンチンやユーリー2世、ヤロスラフ2世ら、孫に、アレクサンドルネフスキーがいる。妻は、オセット人と言われる、マリーや、ノチビテプスクコーバシリコ2世娘リュババ。1169年、ウラジーミル大公である兄アンドレイ一世の命により、老いのムスチスラフと共に、キエフを陥落させた。1173年に、キエフにおいて、いとこのダビド、 ムスチスラフにより囚われた。1174年のアンドレイ一世の死後、ウラジーミル大公国ではフセボロド、彼の兄、ミハイルのお父、たムスチスラフやロポルクの甥いの間に内交が発生。この争いは、年少都市、ウラジーミル氏の指示を受けたおじ陣営が年長都市、ロストフ氏及び、スーダダリ氏の指示を受けたおい陣営に勝利する結果に終わった。これにより、ミハイルが、 ウラジーミル大公となり、フセボロドはペレアスラブリコとなった。1176年、ミハイルの死後ムスチスラフを再び退け、ウラジーミルの市民により公として招かれた。1182年頃からボルガブルガールに視線を向け始め、1186年にはブルガールにゴロジェッツから遠征軍を送った。1212 12年、全粒子の大多数の諸公から、 父と敬われ、キエフを含む全土に絶大な力を振るったフセボロドは死去した。この際、彼は年長権を対立していた長子コンスタンチンでは、なくじしユーリーに譲渡した。ありがとうございます。